サバ缶の液体が栄養がいっぱいあるんで全然生臭くない。はい、上村シェフ、では今日の一品お願いします。はい、今日はサバ缶シリーズ第3弾ですね。はい、冷蔵庫にある残った野菜とサバ缶で作るサバ缶の、ポトフ風、プロバンス風ですね。そういうのをちょっとやってみたいなと思います。でまず材料ですね、まあ、サバ缶、まあ、何でもいいんですけどスーパーで売ってる。で、味噌煮じゃなくて水煮のサバ缶お願いします。あとは今日はトマト缶使います。はい、モンマルとかレストランではフレッシュのトマトを使うんですけど、もう今回簡単にできる体にいい煮込みということで缶詰のちょっとトマトを用意してます。あとは余っちゃってる野菜とかです。冷蔵庫これ、今日はブロッコリー、カリフラワー、赤ピーマンとかがたまたま余ってたんでこれ用意してるんですけど、何でもいいです。はい、あとちょこれだけキャベツもやっぱり使い切れないんですよね、1個買って。もううちの冷蔵庫にもあるんですけど、開けるとなんかキャベツ4分の1とか、もうこういうなんかこう残ったキャベツ、こちらと、あとは玉ねぎ、はい、あとニンニク、これはみじん切りにしたニンニクです。あとはローリエとタイム、オリーブオイルも少し、前回ご紹介したあのオリーブプラスエミさんのところのオリーブオイル、こちらも使っていきたいと思います。じゃあ始めていきます。はい、じゃあ野菜切っていきたいと思います。まず玉ねぎ、だいたい今日 2,3 名様分作るんで、サバ缶はこれは内容量 190g の缶2缶用意してます。トマトは何 g かな、400g ですね。 400g カットトマト、これだと玉ねぎ、そうですね、半分あれば足りるんで、玉ねぎ粗みじん切りにしていきます。玉ねぎ、粗みじん、ちょっと僕らはプロはこういう感じでザーッと切れて、はい、で、こういう横に包丁入れていきます。はい、で、このままザーッと、で、最後に持っていきます。こういう感じ。ざっくり粗みじんに、はい、これぐらいでやります。はい、さっき材料で説明しなかったんですけど、鷹の爪、これ入れると美味しいんですけど、お子様とかがいる方はなくても全然大丈夫です。はい、じゃあまず鷹の爪から入れていきたいと思います。注意点が。1点だけ、鍋火つける前ですね、ここに、オリーブオイル、先にオリーブオイル入れます。で、鷹の爪この量だったら半分ぐらいでいいんですけど、辛めが好きな方は1本入れてもいいです。種はこのように取ります。今日は1本入れてみます。とニンニクですね。ニンニク小さじ1ぐらいですね。はい、で、この時は、弱火です。で、パスタを作る時ぐらいではなく、このニンニクの香りが出てきて、ちょっとこうニンニクが炒まったかなっていうところまで持ってきます。はい、でこうイメージはこうオイルに鷹の爪とニンニクの香りを移すようなイメージですね。はい、これぐらいですね。はい、少し色がついた、こんな感じです。少しついたぐらいで玉ねぎ入れます。で、玉ねぎ入れ
たら少し炒めます。ゆっくり炒めていきます。はい、だいたい 3,4 分ですね。こう弱火でちょっと玉ねぎがこう透き通ってくるような、こう透き通ってくるような感じです。ここまでいったら、トマト缶入れていきます。ちょっと様子見ながら入れます。大丈夫ですね、これ1缶いきますか。まず一煮立ちさせます。はい、一煮立ちしましたね。で、ここでサバ缶の液体だけまずちょっと入れます。液体が栄養がいっぱいあるんで捨てないように全部入れます。2缶分入れます。はい、で、はい、ここにローリエとタイム、ローリエ1枚。そうすると、この量だったら、これぐらいのフレッシュタイムだったら1本でもいいですね。はい、これで少し5分ぐらいちょっと煮ていきます。で、その間に野菜の下処理。野菜はこう茹でてる野菜はもうそのまま入れちゃってもいいんですけど、キャベツとかは一回軽く湯がいた方がいいんで、海水ぐらいちょっとしょっぱくしてお湯を沸かしまして、キャベツ茹でていきたいなと思います。はい、キャベツこうバラバラになってたらもう1枚ずつでも全然食べやすい大きさに切るので湯がいていきます。これそうですね、キャベツじゃなくても白菜とかでも美味しいかなと思います。ちょっと持ってこうくにゃって曲がるぐらいまで湯がきます。はい、これぐらいですね。こうくにゃっと曲がるぐらい。キャベツはちょっと硬い芯のところを外して、まあ、入れちゃってもいいんですけど、まあ、ちょっと一口大にザクザク切っていきます。これもザクザクもうあんまり気にしないで、こんな感じで。硬い、ここも好きな人は例えばちょっとこう薄切りにしたりとかしても全然食べれます。まあ、もったいないんで今日は入れてみようかなと思います。そしたらサバ缶入れていきます。だサバ缶もう水煮なんで火が入ってるんで、もうそんなに煮る必要がないです。はい、でこの缶を中に入れていきます。で、火は弱火です。はい、2缶入れます。で、注意点はあまりこう強く激しく混ぜすぎるとサバがボロボロになっちゃうので弱火で。これで約2分から3分ですね。サバ缶中まで熱々になるまで煮えるのを出します。そしたらさっきのキャベツ、ちょっとこの芯の硬い部分先に入れます。
硬い部分入れた方が先に味が馴染むので、で上の方にこの葉の部分ですね、はい、あと冷蔵庫に残ってる野菜、ゆで野菜とか入れていきます。はい、このまま野菜が温まるまで少しゆっくりコトコト煮ながら最終的な味の調整していきたいと思います。ただサバ缶によってはすごくもう塩が入ってるものもあるので、そこだけちょっと味付けを気をつけてください。だいたい今回ちょっと大人味で唐辛子をちょっと効かしてるんですけど、いい感じです。で最後仕上げは白胡椒です。白胡椒を少しして、うん、美味しいです。もうこれで完成です。瞬殺サバ缶レシピです。じゃあちょっと盛り付けしたいと思います。で上からちょっとソースかけていきます。ちょっとサバ缶ってやっぱり生臭さが残るので、まあ、ニンニクとかは入ってそれはもうだいぶ中和してるんですけど、このカボスのオイル、オリーブオイル、これはもうアレンジです、なくてもいいです。上からかけていっちゃおうかなと思います。バーッとサバのトマト煮込みプロバンス風完成です。これ今急に思いついたんですけど、このままサバのトマトグラタンにもできるんで、ちょっと一品急にやってみます。グラタン皿に、はい、こうキャベツ引いてサバ缶入れちゃいます。で先ほどと一緒ですね、これトマトソースこの缶に入ってる、上からたっぷりいきます。スーパーのピザ用チーズとかでいいと思うんですけど、チーズ上からふんだんにかけていきます。はい、これをそうですね200度から220度ぐらいのオーブン、はい、で、チーズが溶けるまで入れたら出来上がります。はい、じゃあちょっと焼いていきます。これはじゃあ試食行かせていただきます。今回はプロバンス風、トマト煮込みにしてオリーブオイルとかも入ってるんで、プロバンスといえばワインはやっぱりロゼワイン、今日はちょっと日本のロゼなんですけど、京栄堂さんのロゼ、自然派の、ロゼですね、こちらと一緒に合わせたいと思います。ちょっとりあえず少し飲んでみます。うん、じゃあいただきます。ですね、さあどうかな、うん、あ全然生臭くないです。で唐辛子ちょっと多めに入れたんでピリッとこう大人の味がします。うん、おいしい。これめちゃくちゃヘルシーだし、うん、ワインの当てにもなる一品ですね、うん、まあ本当にこれはやっぱりパンつけて食べても美味しいと思いますし、ご飯とかと一緒にしてちょっとリゾット風にしても美味しいかなと思います。あとそれ今日も即興で急に思いついちゃったんですけど、グラタン、これもちょっと食べてみようかなと。はい、もう入ってるものは一緒ですね。で上にチーズかけて、でオーブンで焼き上げただけです。熱いっすこれいただきます。おー、とろとろ、
あ、これもいいですね。これ絶対パンですね。パンにサバ乗っけて、チーズも乗っけて、うお、とろっとすげえの。お、いただきます。うん、うん、うん、これはうまいです。うん、チーズ好きにも、うん、たまらない一品ですよ。うん、しかもこれ両方とも短時間でできるんで、もう本当に夜食にも向いてるんじゃないかなと思います。はい、皆さんもし、はい、サバ缶とトマト、あと残った野菜でできるんで、ぜひご自宅で試してみてください。今日の動画がいいなと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また質問や、リクエストなどもお待ちしておりますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。